それでは市長定例記者会見、始めさせていただきます。本日の発表事項ですが、美食王国盛岡フレッシュ便および盛岡エール便についてです。では市長お願いします。はい、皆さんおはようございます。まずは美食王国盛岡フレッシュ便および盛岡エール便についてお話をしたいと思っております。盛岡市では親元を離れて生活している、そして物価高騰によって影響を受けています学生さんを対象に、食品などを無償で配布する2つの学生支援を実施をしております。1つ目は美食王国盛岡フレッシュ便、これは市内在住で盛岡市外の出身の学生さんに、盛岡地域産のお米、そして農産物の加工品を詰め合わせたものを送るというものであります。また盛岡エール便、これは県外に今在住している盛岡市出身の学生さんに、盛岡市の特産品をの詰め合わせをお送りするという事業であります。これどちらも1500セット先着限定という形で1500セット用意をしております。この事業を通じまして、学生の皆さんの生活の支援、そして盛岡市を愛してもらうというところを期待するとともに、生産している方、事業者の方の売り上げの貢献、応援にもつながるものだというふうに思っております。もう少し詳しく話しますと、美食王国盛岡フレッシュ便には、ここにもありますね、岩手県産の食味ランキングにおいて5年連続特 A ということの銀河の雫を中心にいたしまして、盛岡りんご、そしてアロニアなど盛岡にゆかりのある加工品の詰め合わせをまず用意しております。盛岡エール便につきましては、三大麺、盛岡の三大麺、そして盛岡を思い出してもらえるようなお菓子や加工品を詰め合わせを考えております。やっております。で、受付は1月の24日の水曜日からすでにもう開始をしております。まだご存じない方、応募をこれからできる方にはぜひどんどん応募をしていただきたいというふうに思います。皆さんからもアナウンスの方をぜひお願いしたいというふうに思っております。はい、それではただいまの発表事項につきまして、ご質問等ございましたらお願いいたします。なお質問する際はですね、マイクのスイッチ入れて緑色のランプついたのを確認してからお話ししていただきたいと思います。その際には社名とお名前をお願いします。ではご質問のある方いらっしゃいますか。はい、ではどうぞ。日本経済新聞パクと言います。これはコロナ禍で始まったものと考えていいんですか。盛岡市出身の学生さんへの応援は以前からやっておりまして、盛岡市に住んでる、盛岡市外から来ている皆さんに対する応援は新しく始めたということです。名前で言いますと、美食王国盛岡フレッシュ便は新しく始めた事業ということになります。今回が初ということですね。はい、美食王国の。はい、あと、盛岡エール便は市長は盛岡出身とおっしゃってますが、ちょっとこの書面からはそういうふうには条件は読めないんですが、盛岡出身である必要があるんですね。盛岡エール便ですね。盛岡エール便、はい、そうです。盛岡出身ということは生まれがということですか。商工労働部でございます。記者会見の配布資料の方に、対象者の方を記載してございますけれども、県外在住の15歳から25歳以下の学生で、なおかつ、市に住所を有する方の お子さんというふうな形になっています。だからそこは出身というのが読めないんですけれども、意味わかります。私なんか単身赴任してるんですけど、じゃあ私の東京にいる子どもがこれ該当するのかみたいな、そういう話ですよ。該当になりますね。盛岡市に住所を有している方のお子さんということになりますので、本来の趣旨は、
始めた頃は、コロナ禍でなかなか盛岡に帰れないお子さんに対して、こういうものを始めたというふうな経緯がございます。わかりました。はい、他にございます。はい、どうぞ。よ、向井川です。よろしくお願いします。事業ですが、24日から受付始まりまして、現状の受付状況というのが分かれば教えていただきたいです。はじめに、商工労働部ですが、盛岡エルビンの申し込み状況についてお知らせします。1月31日昨日現在で、899の申し込みがございまして、上限が1500ということになりますから、大体6割ぐらいの応募がという状況でございます。はい、農林部です。フレッシュ便の方はですね、1月30日現在で815件の申し込みをいただいております。出足ですね、400件以上の申し込みありましたけれども、ここ何日かはですね、70件、20件とかそういった数字になって815件というふうになっております。ありがとうございます。半分以上来ているという状況だと思うんですが、仮に1500達してしまった場合に、その、追加というかそういったの考えはあるんでしょうか。今回の部分については、予算の上限が1500セットになっておりますので、1500で打ち切りというふうな形でございます。はい、他にこの件につきましてご質問は。はい、どうぞ。 IBC 岩手放送の大崎です。よろしくお願いします。フレッシュ便の方で対象者は年齢の上限がないのかどうかということと、あと留学生の方たちは、対象になるのかということがあるのと、あと見れば分かるんですけれども、フレッシュ便、エール便それぞれ何品目でセットなのか、数字をそれぞれ教えていただきたいと思います。お願いしていいですかね。年齢上限はない。はい、年齢についてはですね、学生であるというところであれば対象になりますし、留学生についてもですね対象としております。あと、フレッシュ便の品数についてはですね、お米が2キロの、ものがですね2個、それからリンゴジュースが1パック、アロニアカレーが1つ、あと1人のせんべい汁も1つ、サバ、コンソメ、缶詰も1つと、あとコーヒードリップ、長沢コーヒーの、ドリップパックがですね2つというふうになります。それは何品目なんでしょうか。品目で言えば、品目で言えば6品目、となります。はい、LB の方ですね、3代目を中心にしておりまして、品目については今ちょっと把握してないので、後でお知らせしたいと思います。以上です。はい、他にご質問ございますか。はい、どうぞ。リオカタイムスの相原と申します。両方の事業について発送は順次行われるのか、というところ時期の確認とをさせていただければと思います。フレッシュ便の方につきましてですね、2月の、今月の上旬からの発送ということでですね、商品 の調達具合とか見ながらですね、順次発送させていただきたいと思っております。
エルビンについても同様でございます。ありがとうございます。はい、他によろしいでしょうか。あ、はい、どうぞ。岩田朝日テレビ尾形と申します。この、エール便とフレッシュ便の今回の、予算というか事業費はいくらになりますでしょうか。あとどういった予算から捻出されたかを教えていただければと思います。すいません、フレッシュ便の方はですね、全部事務費等人件費も含めてですね1753万円というふうになります。それから予算についてはですね、エール便も同じですが物価高騰対策の国の臨時交付金を当てております。エール便の方の予算ですね1230万円ほどになります。よろしいですか。はい、はい。他に内容ですので、では続きまして記者クラブからの質問というふうに移らさせていただきます。で、ここからはですね、幹事社代表いたしまして IBC 岩手放送大崎さん、進行の方よろしくお願いいたします。はい、本日司会を担当します IBC 岩手放送の大崎です。改めてよろしくお願いします。今回記者クラブからの事前質問はありませんが、各社から何か質問があればお願いします。岩手日報です。よろしくお願いします。先日、報道で岩手中央タクシーの事業停止と従業員解雇の報道があったんですけれども、まあ、先日連合岩手さんの方からも要請書を市に出されていると思います。で、市としての今後の対応というのを何かお考えあればお願いします。はい、まずは突然のことでしたので、まず驚いたことと、まず真っ先に頭に浮かびましたのは、今まで働いていたその従業員の方、ドライバーの方々に対して心が大変まずは痛みました。で、あとは地域交通の件も含めてちょっと考えていかなきゃないなということを考えてますと、同時にこの報道を聞いたですね、盛岡市民の皆さんも不安を覚えている方もいらっしゃると思いますので、早急にすぐにできること、少し時間をかけてやらなきゃいけないことはあると思うんですが、盛岡市としても一生懸命取り組んでいくと、従業員の方々、ドライバーの方にですね、次の就職も含めてそのことはメッセージを出して、で、皆さんにあまり不安感を与えないようにということをまず今思っております。で、明日2月2日ですか、明日ですね、職務安定所の所長さんと一緒に、盛岡地区タクシー協会の方に行ってまいります。個人的にも盛岡市内の各タクシー会社さんから、市役所宛てに、そして私宛てにも相談や連絡が入っているところであるんですけれども、まずは正式に職業安定所の所長さんと一緒に協会の方に行っていきたいというふうに思っております。で、まずはその状況、今の超タクシーさん以外のですね、タクシー会社さんの状況と、そしてできるだけ早急に超タクシーさんのその従業員、ドライバーの方を受け入れていただくようにお願いするとともに、その状況をちょっと詳しくですね、お聞きをしていきたいというふうに思っております。で、あとは公共職業安定所と連携をしていくということにつきましては、1月29日そして1月31日に安定所の職員さんが岩手地方タクシーさんを訪問して、そして従業員の皆さんに対して雇用保険の説明、給食申し込み書の受理を行ったと聞いております。で、2月6日に雇用保険の失業給付のまずは 集合の受付を行うというふうに連絡をいただいております。私も明日詳しくですね、安定所の方とゆっくりちょっと話をして、そしてまた協会の方に行
て詳しく話をしていきたいと。そして、まあ、冒頭の話に戻りますけれども、まあ、不安に思っている盛岡市民の皆さんに対してもきちんと取り組んでいくということをメッセージとしてお伝えしたいと思いますので、まあ、マスコミの皆さんもぜひですね、もし報道とご協力いただけるのであればお願いをしたいというふうに思っております。ありがとうございます。あと明日その協会の方でそのお話をしてくるということだったんですが、これは何か要請書というか要望書を出すとかそういった形になるんでしょうか。どうでしょう。ちょっと今ですね、昨日今日のことでバタバタしておりまして、今ちょっと打ち合わせている最中でございます。地域公共交通ということで、はい、一方で県交通のバスの大幅減便、4月からの減便というのも報道で出ているんですけれども、まあ、それに対しての市長の受け止めと、まあ、今後市としての対応というのをお聞かせください。はい、はい、私が今まで、訴えてきたこと、そしてこの半年間、そして、まあ、今ちょっとまだ話せないこともあるんですが、来年度の方針等につきましても、地域の公共交通というのは大変重要に考えております。で、市民の皆さんからも、市長への手紙も含めてですね、車がなくなった時のこと、まあ、車がなくても、買い物や病院に不便のないようにしてほしい、まあ、そういう声が私のところにもたくさん届いております。まあ、そういう意味でその公共交通については大切に思っている中での、まあ、先日の発表でありました。で、その運転手さんの不足の状況と、あと令和6年の4月に改善基準告示の改正、まあ、いわゆる2024年問題と皆さんおっしゃってますけれども、まあ、その対応のために、まあ、健康通さんはですね、4月1日実施予定のダイヤ改正において利用便の少ないところ経由地の見直し等を行っていくというふうに話をお聞きしました。路線バスの運転士確保支援事業、まあ、盛岡市が行ってきました支援事業で、まあ、ある一定の運転手さん確保はできたということはお聞きしておりますが、その減便幅の圧縮を図ろうというふうに思ってきたが、ダイヤ改正に伴う減便はちょっと今避けられない状況だというふうにお話を伺っております。まあ、冒頭に戻りますけれども、公共交通については大変重要な問題でありますので、引き続き考えていきたいというふうに思います。他いかがでしょうか。なければすいません、司会ですが IBC です。あ、河北新報社の土屋と申します。よろしくお願いいたします。岩手公園 の、 PFI 事業について伺いたいんですけれども、事業者の決定から、まあ、来月で5年が経とうとしている中、まだ進展が見えないという状況でして、この件について市長率直にどのようにお受け止めかというのをお聞かせください。今、まあ、最終的なお話と、まあ、町内でもいろいろ協議をしておりまして、なるべく早く皆さんにもお伝えできるようにというふうに今思っておるところであります。それは何かしらのか動きというのをできるだけ早く皆さんにお伝えしたいということでしょうか。いわゆる話自体は何かしらの動きがあるというふうに思ってよろしいんでしょうか。町内と、まあ、全体的に今こう話をしている最中で、もう少しお待ちいただければというふうに思います。わかりました。で、市長はこの間まあ、コロナ禍も通じていろいろ足踏みが続いていた事業だと思うんですけども、賛否も一部割れたという
事業だと受け止めているんですけども、この間の議論のあり方とかですね、あそこのその商業施設のあり方とかいうものについて、市長の何かイメージというかお考えがあればその点も伺いたいんですけれども。ちょっとですね、今度予算議会もありまして、もう少し詳しくなるべく早くですねお話しできるようにしたいというふうに思っています。わかりました、ありがとうございます。すいません、岩手めんこいテレビ高橋と申します。能登半島地震の発生から今日で1ヶ月ということになります。発生直後に職員や給水車を派遣されたりということかとあったと思いますが、この1ヶ月間のその支援の体制、そして今後への思いというようなもの、あと現状などあれば伺えますでしょうか。はい、まずは1月1日に大きな地震があったわけですけれども、亡くなられた皆さん、そして今も被災をしている皆さんにお見舞い、ご冥福をお祈りしたいとまずは思っております。それでですね、で、盛岡市としましては1月まず6日に給水車を派遣をいたしました。で、今第6次の部隊まで昨日まででですね給水車は行っております。で、あと職員の派遣という意味でありますと、家屋の調査について人が足りないということでございましたので、職員を1月30日に派遣をしております。そして2月19日にもさらに派遣をしております。で、あとは現地の状況を見まして、その現地に迷惑をかけないように、そしてできることはすぐにできるようにという心づもりで今対応をしております。ちょっともう少しですね、きちんとした詳しい話の仕方をしますと、1月6日の支援につきましては日本水道協会の岩手県支部のまずは要請がありましたので、石川県に派遣、七尾市、そして珠洲市、最初は七尾市で、その後珠洲市において6時帯に及ぶ応急給水活動を実施をしてまいりました。まず被災地では食べ物もそうですけれども、まず水がとにかくないというお話でありました。で、対抗の支援といたしましては岩手県が実施をしております能登町での重火被害認定調査、先ほど話しました重火被害認定調査のために岩手県、そして県内の市町村とともに職員1名を派遣をいたしまして、2月19日にももう1名派遣を予定をしております。そして盛岡市の市営住宅の無償提供、そして物資の義援物資の事前登録などすぐにでも支援を実施できるように盛岡市で体制を整えております。中長期の支援となるというふうに思っております。目の前のこと、そして中長期的にも切らさずにですね支援を続けてまいりたいというふうに思っております。そしてもう一つですね、盛岡市民の皆さんも大変心配をしておると思います。で、市民の皆さんも自分たち何かできないかと思っている皆さんもたくさんいらっしゃると思います。そんな中でその被災地の方でですね今バタバタして受け入れできるできないという状況もあります。そんな中で市民の皆さんとともに盛岡市もやっているという気持ちでですね、市民の皆さんとともにやっているということを市民の皆さんにも気持ちをお伝えしながら支援活動を続けていきたいと、そういうふうに思っております。市営住宅での受け入れというところで何か申し込み打診のようなものはあるんでしょうか。盛岡市に直接はまだですねございませんけれども、その、距離的に、少し、盛岡ですね離れているということもありますが、何か盛岡にご縁があってですね盛岡を頼ってきた場合にはすぐに提供できるようにというふうに今準備はしております。ありがとうございました。能登半島地震関連で質問があれば先にいいですか。はい、じゃあ NHK さん先に。
NHK の村田です。少し関連するかもしれないんですけども、今日で能登半島地震から1ヶ月というところで、改めて県内の市内 の、 この例えば備蓄品ですとか、こう対策の面でこれから見直したいこと、もしあれば教えてください。見直し、お願いします。はい、で総務部の佐藤からお話します。まだ被災1ヶ月経ってですね、いろんな課題が見えてまいりましたので、その辺は危機管理防災課中心に情報収集しているところですけれども、いずれ市の備蓄については備蓄の方針を定めて、計画的に備蓄しておりますので、それについて本当に今回の能登半島地震の状況なり課題を踏まえて、その今の備蓄方針がこう、今の状況に合っているのかどうかの確認は必要かと思いますけれども、今まで具体的に何か足したり左ということまでは想定しておりませんけれども、いずれ現地の状況課題を十分に踏まえて確認はしていきたいと思います。例えばその避難所の運営とかでかなり混乱が起きている状況というのは能登半島地震でもありますが、例えばですけれども、その受け入れるにあたってでのこう例えば DX の推進ですとか、その何かこう今後避難所運営についてもこう見直したいところとかってあったりしますでしょうか。じゃあ総務から、はい、先ほども重複しますが、いずれ1ヶ月経ってですね、今お話しされた通り避難所についての課題も見えてきていると感じておりますので、その辺も十分に情報収集して、今 の、 その避難所の運営マニュアルというのもありますので、それがその今回の能登半島地震の状況も踏まえて、実態に合っているかどうか、それから盛岡市ではなかなかこう長い期間の避難所開設という経験があまりないので、そういったことも踏まえて十分にこう現地の状況課題を捉えていきたいと思っています。能登半島地震で広域避難というところで二次避難をこう石川県進めているんですけれども、盛岡市も逆に受け入れる側になるということ、震災でもあったかと思いますが、またそういった状況になるということはあり得ると思うんですけれども、そうした場合のこう他の市町村の連携ですとか、こう県とも協力が必要になってくると思いますが、その辺のこう計画の見直しだったりとかっていうところは今後何か考えはありますでしょうか。おっしゃる通りですね、二次避難という言葉、二次避難ということが出てきましたので、それこそ東の大震災の時の経験とか教訓も踏まえながら、長くなりますけれども、課題も十分に情報収集して、必要なこう見直しなんかも出てくるかなと思っております。市長としてもですね、私も市長に就任するときに防災っていうのは行政の大きな役割だというふうに認識をして仕事をしておりますけれども、改めてですね、市民の安全安心生活を守っていく防災というのは改めて考えてですね、やっていかなきゃないというふうに思っています。能登半島地震関連の質問の方他いらっしゃいますか。いらっしゃらなければ、じゃあ読売さんどうぞ。読売新聞の福森と申します。私から副市長人事について伺いたいんですけれども、現在ポストが一つ空席になっていると思いますが、その後任の人事についていつ頃までにというお考えがあるのかというところと、そのお決めになるときに、行政出身であるとか民間出身であるとか、どういった方を想定しているのかというところについて伺えればと思います。考え中です深く考え中です。はい、いいと思いますよ。他いかがでしょうか。関連以外でもなければ、はい、どうぞどうぞ。朝日さんどうぞ。はい、朝日新聞の杉村です。先月1月27日に景観シンポジウムというのがありまして、市長も表彰で出席されてました。で今建設が進んでいる魚町中野橋通りもモナカ の, あの
設計の方も参加されていて、こういう感じですというイメージの説明もあったんですけれども、今年の夏ぐらいのオープンという話がありましたが、あの地、市としてもかなりの補助金出されている再開発事業の一環ということで、ちょっと改めてという感じになると思うんですけど、あのエリアどういうふうな場所になってもらったらいいかなというね、期待するところをちょっとお話伺えたらと思うんですが。はい、まずはこの盛岡っていうのは、盛岡駅から最中のあるですね、河南、八幡のあたりまでこうずっと道が続いてあるわけですね。でニューヨークタイムズさんもその歩いて楽しめる町盛岡ということを、ニューヨークタイムズさんも評価してくれた。それは、どういうことかっていうと、昔ですね、駅は北からこう人が集まってきて、そして、汽車でたくさんの人が駅に集まってきた。で八幡、バスセンターにはですね、南から人が集まってきて、昔の人はその間をこう歩いたんですね。今の人たちはちょっと遠いっていう方もいますけどね。その中で、駅から材木町、大通り、桜山さん、材木町、中野橋、魚町、八幡とこう町ができてきました。でもしかしたらこの何十年間の間にですね、その市街の方にこういろんな施設もできてきて、もしかしたら他の町のように中心市街地ももう少しこう元気がなくなってしまったかもしれない、だけど盛岡はなんとか元気でこう来たというふうに認識して、それは市民が守ってきたものであると思うんですね。でそれこそがちょっと非効率だけれども、この盛岡で残していかなきゃない、非効率だからこそオリジナルで残していかなきゃない、私は中心駅から河南地区だというふうに思っています。そんな意味でその民間、補助金入ってますけれどももちろんですね、だけど民間の方々が頑張って、そしてまずは最中あそこの地域を盛り上げていこうと、それは大変ありがたい嬉しいことだというふうに思っています。で、市役所の整備の問題等もそのありますけれども、盛岡のまちづくりの中でですね、民間の市民、民間と一緒に行政も作っていく、そういう意味では最中も非常に一つの象徴的なことかなというふうに思って、大変期待しております。ありがとうございます。やっぱり前その七区が閉店してからそのにぎわいというのはだいぶあそこからなくなって、ちょっと活力が、ちょっと落ちているような状況があって、再びそこのちょっと中心を駅前だけではなくて、その河南地域につながる新たな中心を作りたいというような、そういうイメージということで、はい、よろしいですかね。はいはい、そして、あそこの七、もなかは、経緯としてですね、もともと魚町の若い商店街の方々が何かしたいと、自分たちの力だけでは難しいけれども何かしたい、盛り上げていきたい、そういうこう一つ一つの積み重ねがあって、行政とそして民間と力を合わせてもなかができると、そんな経緯だったように思っています。そんな意味でも、商店街の皆さん、市民の皆さんがこうやっていきたいと、そういう思いでこうできていくものですから、そういう意味でも大変こう期待をしています。ありがとう。関連してあるいはそれ以外で質問いかがでしょうか。内容でしたら司会の IBC ですけども質問をさせてください。先ほど岩手日報の向井原記者から質問があったの公共交通の関係なんですが、市長公約でですね、より優しい盛岡のところで、ミニバスですとか AI オンデマンドタクシーとか自動運転を見据えた公共交通の整備ということを掲げていた中で、その後ですね、
バスの運賃の引き上げもありますけれども、まあ、今回の大規模な健康資産の減便、あるいはそのまあ県内でも2位だったですね、あのタクシーの会社の事業停止と、まあ、かなり公共交通をめぐる環境がですね一気に変わりつつあります。その当然、まあ、運転手不足だったりその2024年問題だったりというところがあるんですけど、まあ、対極的にその公約の実現のためにもですね新たなというかですね既存のその公共交通機関事業者をまあ協力しながらあの取り組んでいかなきゃいけないと思うんですが、その点に対するビジョンやですね、まあ、こう今後見通しやりたいこととあったらぜひお聞かせください、はい、あのまあ、ちょっとさっきも触れましたけれども公共交通というのはこれから人口が減少していくという予測の中で大変重要なことだと思ってます。で、あのさっきも繰り返しになりますが、まあ、車がなくてもそれはあの安全の面からも、まあ、免許をとかですね団塊の世代の方がもうみんな75歳以上になってくる、そういう中で早急に公共交通については考えていかなきゃないというふうに思ってます。今日の時点で、まあ、具体的にこれこれだとちょっと話せることはちょっと今はないんですが、まあ、来年度の方針等についてもその中をその公共交通のことについては盛り込んでいく予定であります。で、非常に重要なことだというふうに思っております。ごめんなさい、今時点ではちょっとそういうことでお願いしたいと思います。あのおそらくあの予算に関わっていくことですので当然今言えないんだと思うんですけども、今市長おっしゃったように、まあその今解雇されるドライバーさんはじめその公共交通を利用している市民の皆さんの不安ということはあの十分あの把握し承知されている上で、まあ今情報収集に努めるために明日タクシー協会さんにも行かれるということなんですが、まあいずれ何も手をこまねいて状況把握だけではなく来年度にはある程度そのまあ具体的な事業とか予算の規模はともかくあの市としてもあの、まあ、事業者さんやその連携しながら取り組んでいくっていうそういう姿勢であるということは間違いないのかなと思うんですが、それでいいですか。はい、わかりました、ありがとうございます。あともう一点ですね、あの先日行われたあの新庁舎の整備審議会の方で市から示されたあの新庁舎の整備希望に関してですね、まあ、今後、まあ、縮小の方向だと、まあ、報道等では出たんですが、それは縮小はもうありきになるのかどうか、その点市長のお考えお知らせください、はい、あの縮小が決まったとかですね、あのそういうことではないと思います、まあ、あの決定を少し伸ばして、まあ、市民説明会をやりました。で、市議会の新しく議員になった皆さんも含めて市議会の皆さんからも改めてあのお話を聞く場を作りました、まあ、市議会の皆さんはあのその議論は、十分承知をしているんだというふうに思っています、まあ、その中で、まあ、いろいろな出た話の中でですね、将来世代の負担を考慮しなきゃないんじゃないかと、まあ、それは予算規模も含めてという意味であると思います、まあ、あと既存の施設の有効活用も考えていった方がいいんじゃないか、あとはこれからどんどん DX も進んでいくわけで、まあ、DX のことも含めて考えていかなきゃないんじゃないかと、まあ、そんな意見があの市民の皆さんやあの議会の皆さんからも出たんだというふうに思っています、まあ、そういったたくさんの意見の中でですね、そういう意見もきちんと考慮に入れていきましょうと、まあ、そういうことなんだというふうに思っています、まあ、盛岡市としてはですね、財政の中期の見通し、あと建設費の上昇、将来人口が減っていく、まあ、ここら辺のことはあの最終決定ではですね、十分こう考えていかなきゃないんだろうということはあの思っておりますが、まずは今、審議会の皆さんが最終的に一生懸命話して
ておりますので、そこにちょっと予断を与えるようなですね、形には今できないと思っています。まず審議会の皆さんが市民の意見、そして議会の皆さんの意見も踏まえた上でどういう話になっていくかということを注視をしております。そうすると、方針方向性が固まったっていうよりは、新たにそれを検討課題として、審議していくっていう状況だということですかね。どうなんでしょう、審議会の方でそういう方向が固まったということは聞いておりません。今一生懸命話し合っている最中なんだというふうに、そういうふうに認識していました。わかりました、ありがとうございます。他いかがでしょうか。はい、では大崎さん進行の方ありがとうございました。では以上をもちまして本日の記者会見終了いたします。はい、ありがとうございました。